こんにちは。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はパークハイアット東京ニューヨークグリルの2021年4月のディナーコースをご紹介いたします。はい、エレベーターを降りると目の前にピークラウンジ、そしてその廊下を進んでいくと、このね、廊下もすごく素敵ですよね。そこからエレベーターに乗り換えて52階のニューヨークグリルへ向かいます。はい、お席へ案内されました。まずはちょっとソフトドリンクをオーダーしたんですが、実は5時ちょうどに来店してるので、まだね、明るいんですよね、外が。まあ、でもこれから徐々に暗くなっていって、よりいい感じになってくると思うので、楽しみにしていてください。5品のディナーコースの最初はこちらのトーストの上にビーフが乗ったものになります。サクサクのトースト、そして上にジューシーなビーフが乗っています。続いてメカジキのグリルローストになります。こちらもね、すごく食べやすくて、臭みも全然ないし、すごく美味しいです。で、そこに見た目も綺麗なお花とかがいつも飾られていて、本当にね、なんかアートですよね。そして奥にパンが運ばれてきました。サワーブレッドとちょっと塩気のあるバターになります。これ私ニューヨークグリル紹介するとき毎回言うと思うんですけど、このパンがめっちゃ美味しくて本当おすすめなので、ぜひ味わっていただきたいと思います。そして次が菜の花のスープになります。ちょっとトーストしたものの上に菜の花が乗っていて、後からね、スープを注いでくれるものになります。菜の花なので少し苦味があるスープになりますが、なんかね、すごい体に良さそうな感じでした。そして次がエビちゃんです。ロブスターのアメリケーヌソースになります。こちらもこうやって後からね、お皿持ってきてからソースをかけてくれるスタイルになってます。もうこのね、エビちゃんがもう身もしっかりしててプリプリで、ほんと美味しいし、食べ応えもあって、大好きなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。こう見た目もすごいね、綺麗でしょ。こちらもおすすめになってます。そしてこれはちょっと番外編、5品のコースにはないんですが、アラカルトからロブスター と、ガーリックとトマトのガーリックトマトソースのパスタを追加しました。こちらはタリアテレの麺にトマトソースもね、なんかちょうど良い味のものが絡んでいて、ロブスターもゴロゴロ入っていて美味しかったです。そしてお口直しのシャーベット、この時間帯になるとだんだんね、いい感じで暗くなってまいりました。店内の様子もこんな感じで、なんかこう大人な感じになってきましたね。そして外も見てください。これほんとね、5時に入った時はね、雨だったんですけど、今晴れていて、で退店する8時過ぎにまた降ってきてました。そしてお肉来ました。あと4月ですね、4月は赤城牛のサーロインになってました。 A5 ランクになります。焼き加減はね、シェフにお任せにしました。ニューヨークグリルのこのお肉がね、本当にね、柔らかくて甘みがあって、一度食べたらやみつきになります。だからこのお肉も絶対食べてほしい、お料理になります。そして、デザートじゃなくてコースの最後にデザートがついてるんですけれども、これまたなんか私がちょっと苦手なものが入っていたので、ガトーショコラに、フォンダンショコラに変更していただきました。お料理をいただくときは、まあ、お料理の味も大事なんですけれども、やっぱりスタッフの方の対応とか、この景色とかね、お店の雰囲気とかもすごく大事だと思うので、ニューヨークグリルはね、とても満足できると思います。今日はパークハイアット東京ニューヨークグリル2021年4月のメニューをご紹介いたしました。ね、絶対ニューヨークグリル1回行ったらハマると思うので、行っていただきたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。